僕の部屋ですけどね、これ結構みんな気になってるから、衣装部屋です。自分の伝統工芸士第一人者ので、その人がまあヴィトンとコラボして作ってるやつで、ハインリヒ・ディンキラッカーって言って、ドイツのシャネルのなんかコラボってるシューズで、これたまに履きますけどね。中行く？行きましょうか。行こうか。まあ僕のその部屋のシューズ、部屋のシューズっていうか、あの仕事用のシューズとか、もともとそのスーツでずっと仕事したから、あの革靴多いんですよ、うん、あこれね、ちょっとツバつけてるんだけど、なんで、いや、カサカサやから。 OK、 カサカサやったらね、見てくれ、あの読み取ってくれへんで、こう部屋行く。これなんですか。これね、伝統工芸士第一人者ので、その人がまあヴィトンとコラボして作ってるやつで、まあ知ってる人もおると思うんですけど、ヒカキンとかもあのこれ持ってます。あのアップされてました。うん、まあ、やっとそのオーダーしてやっと2年越しに来ましたね、最近。うん、正月やからまあ出してて、まあ、そんな感じです。まあ、僕の部屋ですけどね、これ結構みんな気になってるから、インスタのライブとかでも何回かこれあのここの部屋出してるんですけど、僕ここ衣装部屋です。自分の、まあ、服はもう3年前とかはめっちゃ買ってたけど、3年4年前の服ばっかりですね、あのコートとかは。で靴も、まあ、実際ほんまに、まあ、去年2020年とかほとんど買ってないんで、だいたいここら辺のシューズももう10年ぐらい前の革靴ばっかりですね。こうやって何やったっけこれ、あのどういう名前、何ちゅう名前だっけな、これも知ってる人めっちゃ知ってると思うで、えヘンリッチ、ヘンリッチディンゲラッカーっていうの書いてるの、何やったっけな、もう全然分からへん。よう履いてこれ自分で磨いてねやってたんですよこれ、うん、あハインリヒや、ハインリヒや、そうハインリヒ知ってますよね皆さん。ハインリヒ、ハインリヒディンゲラッカーって言って、ドイツのシューズで、シューズ界のあの何やロールスロイスとか言って言われてた。でずーっと一緒のところで立ってて、これオールデンとかね、あの靴好きな人知ってるでしょ、オールデンっていう。あこれめっちゃ埃かぶってる、履いてへんすぎて恥ずかしい、ちょっと恥ずかしい、これ見せられへん。ここら辺オールデンやな、でも全然やば、恥ずかしい埃だらけや、これオールデンな、懐かしいな。そうそうそう。で履くとしたらもう毎回ずっともうこのベルルッティばっかっすね。うん。もうこれほとんどもう今は革靴履けへんから、もう8年前とかに買ったやつがばっかりやけど、5年前から8年前かな。もう一個こうてこれずっと磨いて自分で、うん、ようやったわ。あと。これベルルッティか、ベルルッティのこのオーダーシューズとかねあるんですよ、こういうの。だいぶ前作ったけどな、こうやって自分の形、自分が好きな形だから、自分の足のあの木型を作ってもらったりとかして、でそこからあのこういうシューズ作ってもらうの。こんなシューズかっこいい。靴はもうほとんど一回こうたらもうな、ほとんど買い足す必要ないしな。でそう、あのねめっちゃ滑るから、もう普通ゴム貼ってくれへんねんけど、もうゴム貼ってもらって、うん、もうこんな感じですね。もうここら辺全部オーダーできるから、そんな感じかな。オーダーでいいとこ、いやそれはやばない、これ言われへんわ想像にお任せやろって、あのなんか調べたら出てくると思うけど、想像にお任せします。はい、そんな感じかな。あとはまあ、最近のおしゃれシューズっつったら、もうでもそれでも全然買うてないねんな、まあ、帽子も好きやったからまあいろいろあるけど、まあこの福岡これはあの福岡国際の最近 あのボランティア参加された方にもらいました福岡国際マラソンそんな感じかな。スニーカーはまあそうやな、どうやろう、丸2とか多い。これなんかめっちゃ厚底やね、厚底流行ってんね今、おしゃれ的なやつでも。
でこれめっちゃ履いてる。で身長も僕低いから、これ履くだけで身長高く見えるという。あとシャネルとかも多いから、これもなんかファラエルやったっけ、あんま僕も分かってないけど、これなんかシャネルのなんか、うん、コラボってるシューズで、うん、これたまに履きますけどね。これも2年前とかかな。このブーツもシャネルかな。うん、これも可愛いね。まあそんな感じかな。こんなん履くことないけど、なんか昔買ったな。GGDP って言って、なんかあえて汚してるような靴なんですよ。まあ、これみんなおしゃれな人知ってるよね。もう、うん、最近どこでも売ってる。このブランド。そんな感じかな。あとはこれなんかのあの誕生日プレゼントにもらったこのナイキのスワロフスキーがついた、友達にこれもらったんですけど。まあそんな感じかな。まあこんな感じっすわ。これ触れなくていいですか。これ？いやこれね、いやこれ別にトランクですよ。うん、昔はなんかあのこの中に服ねいっぱい入れて旅行トランクとして使ってたらしいですけど、これもねオーダーしたんですけどね。あの中は黄色で、見てみる？中見たい？中開けることないからね。黄色、これオーダーしたんですよ。でもこれも4年前とかかな、もう、うん、こんなこれがね4段入るんですよ、服ね。まあ、上に引かなあかんね、これほらほら、この中に服詰めて、そうそうそう、だから本当は入れたいけどな、服この使わん服とかは入れていきたいけど、もう全然邪魔くさいでしょ、これ。こんな感じかな。まあオブジェですよね、基本的な感じで考えればこういうのは。でここにね本当はガラス引いてテーブルにしたかってんけど、うん、できてないな。うん、そんな感じっす。まあ昔はね結構買う形でも、今はもう自分でトレーナー、サウルスのトレーナー作ったりとか、バッグもそうかな、こうやって自分で作って、もうこんなんずっと持ってるし今、うん、まあオリジナルがやっぱりようなってきたね、年柄か分からへんけど、うん、オリジナルが欲しいって思ってまうから最近。まあそんな感じで、またなんか部屋変わりようがあればまたこうやって撮ってたいなと思います。はい、ということで今の話でよかったなと思う方はチャンネル登録とグッドとコメントお願いします。